A フラ図鑑。はい、ということで A フラ図鑑なんですけど、まあ、A フラに到達したことある先輩方に、まあ、自分のダーツ感だったり練習法を聞いていこうっていうような企画になってます。今日は文木さんに来てもらいました。お願いします。お願いします。イケメンっすね。ありがとうございます。気まずい。あのお店が最近オープンしたんですよね。そうです、4月19日にオープンしたんで、まだ2ヶ月経ってないぐらいです、うんうん、はい。めちゃくちゃ綺麗です。あのビアポンがあるんですけど、僕も実際にやったんですけど、めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっと後であの紹介したいと思うんで、早速やっていきたいと思います。はい、14です。14ぐらい。はい。最高が17ですね。パーフェクトのプロになります。大会とかも出られてるって。今年は開幕だけ出てるのかな。オープンもしてバタバタしたのでまだあれですけど、今後も参戦していく予定です。A フラまでの道のりっていうことで、ちょっといろいろ質問していきたいと思います。はいはい、20歳ぐらいの時に友達に飲み行こうって言われて、うん、たまたまダーツバーで負けたらテキーラみたいな風習があって、それを初めて洗礼を食らったのがそこの、そうですね、ダーツバーで、はいはい、やっぱりみんな何人かはやってたので、僕は初めてだったからすぐ負けて飲む、はいはい、それが悔しくて、そこからなんか始めた感じですかね。カード差した時はロックスタート。ハウスでちょこちょこ投げて、カード作ったらロックスタートでしょ。半年もかからずいってるイメージですかね。覚えてないかもな。僕1年で16、7行ってるんですよ。その6の時からカード差し出してから1年ぐらいで。じゃあ、 まあちょっとそこら辺気になるので、次練習法について実際に聞いていきたいと思います。はい、はい、で練習法なんですけど、どんな練習をずっとしてきたか聞いてもいいですか。僕は、カウントアップを主にずっとブルを狙う練習だけをしてきてますね。ハウスで店長さんとかスタッフの人に対戦していいですかっていうタイプだったんで、とりあえず対戦してやっぱ負けて、でずっとカウントアップやっての繰り返しをずっとやってましたね。飛びをずっと意識して、フォームとかもなんかいろいろ考えた時期はあるんだろうけど、ずっと一貫して考えたのは飛びだけ、まっすぐあのダーツを投げるっていうところだけを意識して投げてました。綺麗に飛んでいく形で投げるみたいな。そうです。なんだろう、なんて言えばいいんだろう、横から見てもこうダーツってね、棒状だからこう飛んだら綺麗だよねみたいな、はい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 、をすごいイメージして投げる時もこうやってで飛ばしたいみたいな、はい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 、を意識してずっとスタートから投げ続けてはいましたね。次のタイトルいきたいんですけど、なんかこれ気づけて上達したみたいな部分ってあったりします？ダーツをしていく中で。なんだろう、難しいな、すごい。なんかフォームってよりかはそのイメージ、さっき言ったなんか飛ばしてるイメージとか、はい、どんだけイメージできるか。始めた頃に比べて今の方がこう自分が投げてるフォームとか、飛びとかっていうのをこの客観視できる、こう投げてるところの部分だけじゃなくて、もし投げてる自分がいたとしたら、なんかここら辺から見られてるイメージとか、後ろから見てるイメージとかっていうのを、なんか空想じゃないけどっていうのをすごい、意識して、それを意識するようになったらちょっと良くなったのかな。自分が今どう投げれてるかみたいなことを考えながらやるっていう。
だ動画を撮ってる人っていると思いますけど、はい、撮ったらなんだろう、あ、全然こんな投げ方してるんだっていうそのギャップをなんか埋めるというか、俺こうやって投げてるよね、動画撮ってもみたいな、うんうん、だから撮った時にギャップが出ないような感じのイメージというのかな、はいはい、なくなればなくなるほど理想形に近づくというか、うんうんうん、だからそれはすごい意識してやったら上手くなったのかな、かなぐらい。ありがとうございます。